今私日韓関係非常に良好だと思ってるんですよ日本にとって良好ですね要するに冷却してるというのがね日本にとっていいと思うんですだから日韓関係がいいっていうのは良くないと思うんですよ、ね、日韓関係が悪いっていうのが私にとっては日韓関係がいいっていうことなんですねですから現在いい感じで関係冷却中なんですよこれは日本の国益にかなうんですね はいですからこれまでねなんか韓国の要求は何でも聞かなきゃいけなかったで日本はちょっと拒絶するとなんだかんだめちゃくちゃなことが起きるわけですよ分かった分かった分かったじゃあ一言謝るよと謝れば全部解決するんだ分かったじゃあ謝るって謝ったら認めたなじゃあ金出せとかなるわけですよもう暴力団みたいな話ですよ今ここサインしましたよねみたいないやいやいや本当暴力団のノリなんですよねで この金さえ払え払てくれば全部終わるから本当にと本当ですとこの金だけ払ってください分かったじゃあ払うからって言ったらえそれを払うんだったらじゃあこれもこれもあるわけですよもう本当にですね最初に無理難題言うと日本は渋るんですけども最後折れて何でも聞いてきたんですからこれが日韓のね友好 っっていう名前だったわけですねそれが日韓の友好だったらそんなもんやめちまえって話なんですよ。無理難題をふっかけてきててきも断断固として断るこれができる日本に初めて戦後になったのが安倍内閣の時ですからそれはしっかり現内閣にも受け継がれているはずなんですけどもね。